はい、皆さんこんにちは。今回はですね、ペッツホテルというゲームをね、ちょっとプレイしていきたいなと。まあそのプロローグ版ってことで、まあ製品版じゃなくてこれ体験版なんですけど、はい、まあちょっと体験版でね、ちょこっと遊べるみたいなんでね、今回はですね、このペッツホテルというゲームでちょっと遊んでいきたいなと思います。でね、まあね、自分はね、ペットを飼ってないんでね、はい。まあ、ペットにとってどういうホテルが理想なのかって俺にはわかんないんだけど、まあ、ちょっとでもね、ちょっとペットに喜んでもらえるね、ホテルを作っていこうかなと思います。ということで、今遊べるのが、チュートリアルとキャンペーン、これキャンペーンはあれか、あ、プロローグ、今、あれか、体験版でこれ遊べませんよってことか。で、これがサンプルってなってて、これ何？これページめくると何？これサンプルが。はい、まあね、いろいろあるんだけど、まあとりあえずはね、チュートリアルやっていきましょう。アニマルルームの構築、動物の世話、動物の登録と引き取り、あー、動物の引き渡し、いろいろあるんだね、やっぱね。生き物飼うって大変だからね。小動物の飼育、従業員の雇用と、あー、なるほどね。まあとにかく最初はとにもかくにも、このアニマルルームがないと話にならんということで、この部屋を作りましょうってことだね。わあ、すげえ。なんかこういう、これペットホテルなの？すごく偉い。最近の歌詞なんけど、ペットホテルって、ゴージャスなんだね。お、来た。ようこそ、チュートリアルへ。ここでは、建設モードの使い方を学べます、ということなんで、ホテルに入ろう。これか。立派だね。とてもじゃないけど、最初、外観からこれ。あれ？こうか。おー、電話電話。はい、もしもし。拾う。拾うってどうやってんの？お、拾えた？え、こっちから拾えってこと？はい。ちょっと待って、これ、クリックじゃないの？これ、ちょっと待って。操作方法が分かってない。あ、こうか。できた。はい。やあ、おじさんだ。助けてくれて嬉しいよと。はあ、教えてくれ。ホテルの第一印象は？あ、まあ、結構立派じゃない？あ、気に入ってもらえ、あ、もうコミュニケーション取った。気に入ってもらえて何よりだ。ご覧の通り、まだ建設中で人手が足りないと。まあ、そうだね。まずは基本から、最初のお客さんのための部屋を作り、ペンキを塗ろう。ああ、結構本格的ね。はい。タブレットを使うにはタブを押しますと。はあ、で、建設アプリケーションで興味のあるオブジェクトを見つけ、アイテム削除で、ああ、オッケーオッケーオッケー。まあ、とにかく、いろいろやっていこうか。ペットの部屋を作るって言って、タブで、これで、これをクリックして、あ、これか。小さな緑色のアイコンは社員のみが、ああ、社員だけってことなんだけど。まとに最初、ペットの部屋、ドッグルーム作るかじゃ。部屋の枠を床で敷き詰めたら、四方を、壁、床、天井で囲む必要、そうだね。屋根ではない。はあ、はあははあ、壁、床、天井がない部屋は中央に大きな赤いアイコンで表示されると。で、建設されてない部屋は、動物の予約に取得できないってことね。はいはい。まあ、とにかく、ここでいいのか。おー、なるほど。天井を張るって書いてあるな。これ、どうやって天井張るのこれ。天井あるこれ。これで、天井。おー、あるじゃん。こうか。あー、なるほどね。こうやって。はいはいはい。はい、できましたと。で、次は壁を作るだね。ちょっと今これ、あれね。犬用の部屋だから、犬用の部屋。ワンちゃんが入る壁。はい。ワンちゃん用の壁をね。これどっち、入り口とか関係なくていいのか作って。ボン。ボン。ボン。あれ？壁。ちょっと待って。ちょっと待ってね。壁。これ、回転はどうやってしてるこれ。あれ？ちょっと待って。いろいろ壁に不手際があるな。これは壁置けなくて。はい。待ってね。あ、できた。こうか。はい。はい。はい。OK。で、ここにドアかな。はいはいはい。なるほどね。で、ここでドアが作れるようになるから。あ、来た。あ、ドア。ちょっと待って。OK。タブレットを使うにはタブを押します。はいはいはい。で、塗装素材変更アプリに好きなものを選びましょうと。はあ、表面を塗るには、はい。で、レフトで、ラー、アールで、はい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 。キャンセルできるってことね。はい、とにかく、ちょっと色塗っていくかじゃあ。いろんな柄あるね。
ちょっとおしゃれなのにしときますか。じゃあなんかおしゃれなのつっても、ね、すげえな。なんかこれなんか ペットってこんな感じなの。これなんでもいいけどね。なんかちょっと明るいのがいいね。明るいの、明るい色のやつ。そしたらじゃあ こういう明るい色にしとこっか。これもうこれでいいです。これでいこう。これでおお、なるほど。おお、はい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 。ちょっと地味か。ちょっと想像以上に地味だな。はいはい、まあいいや、とりあえずペタペタしよう。あ、でもいいじゃん、なんかおしゃれじゃない。はい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 。で開けてここにも塗装しろってことね。じゃあ中をちょっと変えようか。中はもうちょっとそうね、お花畑チックなやつにしとくか。あ、それか木っぽいやつでもいいけどね。こうやってなんかこうシンプルなやつでもいいけど。よし、自然にしよう、自然。これでほらいいじゃん、なんかアニマル感あふれてない。こうやって囲まれてなんかジャングルみたいになった。でも待って待って、これさ上はちょっと落ち着かないから待ってな。これでちょっと待って、あれ操作方法が良くない。これでいいか、これしちゃおう。わかんない、これいこう。はい、終わり。終わった瞬間タイミングよく電話が、はい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 、終わりましたよと。これ犬小屋ね。犬部屋か。はいはいはい、よくやった。そんなに難しくなかったでしょ。はい、今日はここまで。最初のお客さんをお迎えする前にゆっくり休むんだと。おう、オッケーオッケー。で次のチュートリアルね。わかったわかった。まあ結構簡単にサクッと作れるねこれ。で次はなんだっけ、なんかチュートリアルいっぱいあったね。で登録方法って書いてあったね。ということでまたホテルに行きましてと。はい、また電話が鳴りましたよと。はい、もしもーし。やあ、またまたおじさんだと。初めてのお客さんの到着を心待ちにしていると思うが、その前に必ずお客さんの情報をパソコンに登録しておくんだぞと。お客さんから電話がかかってきたら、そのまま予約をしようと。はあはあ、お客さんからいただいた情報を打ち込むだけだということで、もう予約かかってきたわ。はい、こんにちは、明日からペットの予約をしてもらえて。ああ、なるほど。これでジジ、ペットの名前ジジね。で3日間部屋のサイズがドッグルームショート。まあ OK、 どうもありがとうございます。明日ペットの引き渡しに伺いますと。はい、お待ちしてますと。でコンピューターを使って使う、これか。クライアントを受け入れることに同意したらペットをコンピューターに登録する必要がありますと。左側にはペットに対して行える操作のリストがありますと。動物を登録、ここでは電話でペットを受け入れた後新しい予約を作成することができますと。で動物を引き取ると、お客様がペットと一緒にコンピューターの前に現れたら、その予約を検索して選択し、説明されたオプションを選択しますと。でその操作の後顧客からペットを引き取ることができますと。ペットを飼い主に引き渡すと、ペットがホテルに泊まる最終日にはお客様がペットを引き取るために、コンピューターにやってきますと。ペットの予約を探し、選択し、説明されたオプションを選択するだけでラーっていろいろ書いてあるね。動物を拒否するだって。お客様がペットを連れてパソコンの前に立っていても拒否することはできますが、ホテルの評価は評価にはあまり影響しません。あ、そうなんだ。受け入れなくても評判は悪くならないのね。ペットを受け入れるかどうか電話の段階で決めておくといいでしょうと。まあ、とりあえずあれか、動物登録するか。動物を登録、メモを表示する、ジジ、はい、メモを隠す、これちょっと待って、これ名前、これあれか、入れなきゃダメか、ジジ。で犬でしょ。で3日間、で小部屋で3日間、はい、ジジ。これなんかある？他に作成で
ペットの居場所を選択。ちょっと待って、ペットの居場所を選択って何？鳴ってる電話を取る。あ、これか。はいはいはい、電話。ちょっと待って、予約が作成されましたと。で、一回電話に離れた。ちょっと待って、いろいろね操作方法ちょっと待って、こうか。はいはいはい、はいはいはい、いらっしゃいませ。また予約かな。覚えが早い。明日お客さんが来ると。うん、パソコンで受付をして4本足のお客様をお部屋に。ペットってことね。忘れないように頑張ってねと。はい、ということでお客様を待ちましょう。あ、来た。1日3。はい、お客様を待つと。どんな人なんかね。すんげーいかしい兄ちゃん来たらどうしようか。はい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 、ここでここで待ってりゃいい。これチーンと。え、来なくない？来た？あ、来た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 。あ、はい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 、割と紳士そうな方がいらっしゃいませ。ジジイ、これでコンピューターの予約アプリケーションでペットを引き取りましょう。はい、こうして使ってこれだね。ペットを引き取ると。このアイコンはホテルでペットの滞在に対する満足度。はい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 。で、宿泊の満足度を上げるためにペットのニーズを長く維持する必要がありますと。うん、ペットが放置されていると満足度はすぐには上がりませんと。うん、お客様はこのステータスでペットホテルの滞在を評価します。はい。まあ、とにかく、飼い主からペットを回収し、部屋まで連れていくと。ペットにリードをつけると言っているので。はい。じゃあ、引き受けますよ。ペットを拾う。拾うって表現やめてほしいよね。何も言わずに帰っていった。オッケー。ということで、まあ、この部屋に導きましょうか。はい、いらっしゃい。ペッリードを離すと。じゃあ、おとなしくしててね。また電話が、予約が来たから、ちょっと。はいはいはい。でもこれ、一室しかないから、もうこれ以上予約受けれないんだけど、この人がね、帰らないと。この人ってか、この犬がね。最初のお客さんが到着したみたいだと。うん。今のところ本当によくやっている。これからが本番だ。お客さんの対応しっかりねと。うん。明日までに力を蓄えておいてと。OK。ああ、だいぶ、あれだね。順調にペットホテルも運営できそうだね。なんとなく慣れてきたわ。分かってきた。大体が。まあ、とにかくね、ちょっとね、部屋をね、もうちょっと少ないと。一匹しか受け入れられないからね、今現状ね。ようこそチュートリアルと。で、ここでペットのお手入れの仕方を学ぼうということで、今から、あれかな？預かった犬のお手入れでもしますか。あ、また電話か。また違う話になってくんのかな、これ。はい。よいしょ。やあ、おじさんだ。今日はどうしたらお客さんに喜んでいただけるか、順を追って紹介しようと。うん。まず、最も基本的なニーズである食事から始めよう。お客さんは、お腹を空かせているようだから食べ物をあげないと。何を買うかに注意しよう。お客さんの好みは人それぞれと。4本アーチのお客さんは少し汚れていると。ああ、洗いもね。いろいろお風呂も入れなきゃいけないと。お風呂を用意してあげようと。お風呂上がりには爪を切ってあげよう。フルサービスだ。へえ。運動不足を解消し、お客さんを撫でることも忘れずに、悲しませたくないでしょ。結構大変なんだね。やっぱ動物預かれて。まあ、それそうだよな。タブレットに入力し、ペットを選択し、設定を確認する。何これ。ジジ。はいはいはい。鴨肉料理が嫌い。牛肉味が好き。トラブルメーカーは結構やんちゃやな。人とよく触れ合うのが好き。鴨肉料理が嫌い。いきなり鴨肉が嫌いな犬とか出てくんだよ、そんなの。どうやって判断すんだよ、それ。牛肉味が好きね。はい。で、まあ、トラブルメーカー、要するにやんちゃなんだよ、こいつは。で、人とはよく触れ合ってくれるな、みたいなんで、ちょっと撫でようと。はいはいはい。はいはいはい。撫でまーす。お腹をか、はい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 。かわいい。撫でる。あー、かわいいね。あー、かわいい。これトラブルメーカーなの？これで。そんな風に見えないけどね。あー、ワンちゃん。かわいいね。でもこいつトラブルメーカーだし、カモ肉が嫌いっていうグルメだからね、これ。相当好き、こだわりがあるから。食べ物を購入すると、お、これで、こいつに牛肉味が好きっつってるから、これだね。牛肉入りドッグフードを買って。はい。で、これでボールを満タンにすると。インベントリーに転送されましたと。はあ。
で、ちょっと待ってね。これね、ちょっとね、いちいちね、操作方法がわからんのよ、これ。あれ？これ、どっからこの画面閉じるんか？これか？ OK。はい。ここで、これにドッグフード入れるんでしょ？塗りつぶすって。綺麗にする。塗りつぶすって何？塗りつぶすってさ、表現する？これなんか役が不自然なんだけど塗りつぶすってことね。はいはい。で、水、こっちが水か。はいはいはい。お水も入れて、はいはいはい。塗りつぶす。塗りつぶすってやめてほしいな。で、ペットが食べたり飲んだりするまで待つ。あ、かわいい。いや、いいね、これ。食べてるね。ちょっとずれてるけど、これ。いや、いいね。ちょっと、ずれてんの気になるけど。まあ、これで、はい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 。はい、水飲んで。あ、水飲んでる。あ、オッケーオッケー。今度は大丈夫ね。シャンプーね。はいはい。きれいきれいにしないといけないからちゃう。これやな。シャンプーを購入して、で、ああ、いきなり汚れた。すごくない？いきなり汚れたんだけど。で、これどうすんだ？ペットにリードをつけ、お風呂場に持っていこうってことか。お風呂場どこだ？こっち出て。これか？お風呂場。ここか。はい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 。はい、入って。これどうやってお風呂入ってくれる？これ。ちょっと待って、ちょっと待って。どうやってこれお風呂入るの？ここ。犬を洗う。あ、これでいいのか。で、シャンプーで、ゴシゴシしようと。いきなりこれどこで黒くなったんだよ、ここで。汚れようがないんだけどね。はいはい。ああ、いいね。かわいい。はい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 。あ、いいね。はいはいはい。これで、どん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 綺麗になって、なったかな？はい。OK。でも、まだ汚れてんだ。で、シャンプー？これシャンプーでいいの？ああ、これね。はいはい、シャンプー振りかけて。こんな感じで洗うんだね。俺ペット飼ってないからわかんないんだよな。え、こんなにかける？え、こんなに振りかけんだよ。シャンプー。めっちゃ使うやん、これ。すげえ。おお。とりあえず、ちょっと、振りかけて。OK。ああ。あ、いいね。はい。これ、シャンプー一本一気になくなるぜ、これ。で、ゴシゴシ。ゴシ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 。はい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 。はい。はいはいはい。こうか。かわいい。お、綺麗綺麗、めっちゃ綺麗になった。で、これでシャーね。めっちゃツヤツヤになったな。はい。シャーって綺麗に全部流して。ああ、もういいね。これで、あれだな。飼い主さんももう大満足でしょ。評判うなぎ登りやで。はい。ちょっと待って。全然上がんないんだけど、これメーターが想像以上に。ゆっくりしか上がんない。こんなに洗う？まんだけシャンプー振りかけたからね。よし。ふう。もうちょい。でもこれトラブルメーカーって書いてた割には暴れないね。こういう時になんか反抗的な態度取るもんかなと思ったけど。そうでもないんだね。はい。よし。ああ、綺麗になった。OK。まあ、こんなもんでしょう。よし。で、乾かす。あ、いいね。ドライヤーで。シャーって。ふぅ。あ、綺麗になったね。で、綺麗に綺麗して。ね、濡れてると風邪ひいちゃうでしょ。こう、綺麗にし。ちゃんと乾かして。よし。OK。ああ、いい。はいはいはい。爽やか。で、これでリードをつけようと。ちゃう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 。おい、どこ行った？こっちにリードをつけようと。はい。トリミングステーションで、爪を切ると。どれ、トリミングステーションって。ここにあったわ。はい。ここで、爪を切ると。こんな風にやるんだ。なにこれ。あー、なるほど。いきなりこういう感じね。面白いね、これ。はい、パチ。はい、パチ。これ1個でいいだろ？これ5回もやる必要ある？これ。はい。
オッケー、これで爪も綺麗になったと。へえ、こういう風にやるんだ。で、動物を外に連れ出すということで、お散歩行きましょうってことね。運動不足になっちゃいけないから。はい、いらっしゃい。さあ、どこ行こうか。うわ、結構、結構いい、あれだね、通りだね。リードを離す、いいの？逃げられないこれ。動物がうんちすんの。なるほど。あ、糞が出たかな。はい、 OK、 リードをつけると。で、ペットもういいの、動物。 OK、 とりあえずあれだね、出すもん出して戻ろうってことか。はい、で部屋に戻りましょうと。まあ、これで休憩かな。お疲れでなっている電話を取るということなんで、リードを離してさよなら、おとなしくしててね。よし、これで完璧でしょう。おじさんも大満足や。はい、素晴らしい。お客さんもとても嬉しそうだ。そうだろう、この調子で頑張ろう。 OK、 結構大変やけど、まあだいぶやることは大体一通りわかるよね。さあ、ということで次なんだっけ。チュートリアル来た。ようこそチュートリアルへ。ここではペットをクライアントに引き渡す。 OK、 OK、 引き渡しね。まあ、これもなんだっけ、パソコンでちょちょっとやれっつってたよね。で、電話取って、はい、やあおじさんだ、もうペットを飼い主に引き渡す時だねと。うん、お客さんが来たらパソコンからサインアウトしてペットを引き渡そうということで、お客様を待つ。あ、来た、いいね、タイミングよくお迎えに来ましたね。いらっしゃいませ。いやー、素晴らしくね、ペットをちゃんと、来ましたので、使って、ペットは、これでしょ？これを引き渡すと。で、支払いを受け取って0円！まあ、チュートリアルだからか。ただで、いろいろ頑張ったことになってるけどね。で、ペットにリードをつけて、連れてこいということなんで、これで、おとなしくしてるペットにリードをつけ、はい、はい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 。はーい、連れてまいりましたよー。ペットを手渡すと。よし、あ、大満足。帰ってった。あー、帰ってきましたね。ありがとうございましたー。ということで、最初のお客さんだ。さあ、次のお客さんを待とうと。よし。いや、もう簡単だね、ペットホテルなんてもう。でもまあ、これ数が増えると。ね、今の1匹だからいいけど、これがね、5匹、10匹ってなるとね、もうめちゃくちゃ混乱するよね。超忙しそう。あれやったりこれやったり、どっかで泣いたりとかね。ようこそチュートリアルへと、はあ。ここでは従業員を雇う方法について学びますと。いうことで、まあ、今度は従業員をね、雇わないとだんだん手が回らなくなるってことだね。はい、鳴っている電話を取ると。OK。やあおじさんだ、ホテルと動物の世話を同時にするのは大変なこと。ぜひとも人手が欲しいとこだね。そうだね。今日は従業員の雇用と配置の方法、仕方を教えようと。はん、求人広告を作れということなんで、これ違うな、これじゃないな、これは予約、求人広告ないね。店長のパソコンってどれ、これか、あ、こっちか、はい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 。これで今から求人広告を載っけなさいよと。これか、広告。従業員管理ちゃう、広告や。で、広告にして、新しい広告を作成する。求人情報、受付。広告の公開、1週間。で、鳴っているで、もう早速、あれ？採用申し込み来た？もうすごい効果やな、一瞬できたわ。はい、はいはいはい、いらっしゃいませ。明日候補者が現れるかもしれないと。履歴書をよく見ておくんだ。採用が決まったら配属を決めると。はい、候補者を待つと。来るかな、来た。ちゃんと使えるやつ来てほしいよね。なんかやる気のないバイトだったら嫌だな。即不在。
不採用だけどね。あ、来た。こっちかな。候補者を待つ。あ、こっちで待っちゃダメか。はい。ここで待つか。あ、来た。おお、あなたですか、結構。あなたペットショップで働きますか。なんかだいぶイメージよりはだいぶ年配というか、もうちょっとこう若いアルバイトの女の子とか来るのかと思ったら違うんだね、これ。ちょっと履歴書。ウォルター・ブラウン、レベル1、1日200コイン。まあいいや、採用。とりあえず採用。こいつが働けるかどうか知らんけど。で、まあ、とりあえず採用したんで、従業員にデスクを割り当てると、これでデスク、従業員を配置する。で、こいつを適用。鳴っている電話を取ると、はあ、おい、従業員取らんの？俺がやるの？これ。よくやった。明日には出社しているはずだ。今夜ったらどうしよう。今日はここまで。明日は従業員の管理について学ぼうと。いうことで、ついに、いよいよ、あれだね。スタッフもできて、仕事もはかどるんだろうけど、まあ、その前に、部屋もっと増やさないとね。これ今、一匹しか預かれないから、従業員いる意味がないんだよね。一人で回るぐらいしかいないから。はい。まあ、とりあえず出勤してくるかな。一日目からサボられると困るけど。あ、来た！来た来た来た。おはよう。あ、なんかすげえ機嫌いいじゃん。グッドマークついてるわ。おはよう。やる気に満ちてるね、君。ウォルター・ブラウン君。おほほ。どうした？あ、これでもう受付してくれるのね。マネージャーのコンピューターで従業員の勤務時間を変更すると。こっちか。これで従業員の勤務時間、シフトを決めろってことね。はい。これで、はい。こうして、従業員の、これか、管理で、支払うじゃない。こいつの管理で、勤務時間の変更で。まあ、これでいいか。勤務時間変更。じゃあ、ちょっと、こんぐらいにしとこうか。はい。で、従業員を休息させる。休憩させろと。これ、どうやって休憩させんの？これ。はい。休憩していいよ。はい。これで休憩してくれる？こいつ。はい。休憩時間。マネージャーのコンピューターで従業員のトレーニングに参加させる。研修か。これで、こうして、はい。これか。これで、こいつに研修を受けさせようと。あ、来た。トレーニング。従業員を研修に参加させますかと。はい。一時費用3500。従業員の給料が100円上がりました。社員は明日出勤しません。どういうことこれ。社員は明日出勤しませんだって。あ、来た、電話。出勤しないのか。はい、とりあえず電話出て。はいはいはい、大変やな、いろいろ。はい、さて今日はここまでだと。はあ、頑張ってね。ホテルは君の手に任せると。はい、ありがとうございます。これで従業員も雇えて、だいぶこのホテルも一人前になったということで、 OK、 これでチュートリアルが終わりましたということなんだけど、ちょっとあれだね、まだ遊べることが、チュートリアル、そうか、チュートリアルだけだから、あとはこれサンプルでちょっと遊んできゃいいのか。一通り分かったんで、ちょろっとサンプルやってみようか。これキャンペーンとかはね、製品版じゃないとできないみたいだから、ちょっとこのサンプルで、なんか今遊べんのか、これ。OK。まあいいや、これでちょっととりあえず始めて。で、あれ？これどっから入んのこれ。えらい立派やな、これ。はいはいはい。あ、立派！すげえな、このホテル。はい、拾う。おはようございます。私どもは、キー地域で、営業しているマーケティングが、あ、いろいろプロモーションしてくれるのね。あなたの素晴らしいホテルのオープンを記念して、いつでも使える2日間のテレビコマーシャル用の特別なギフト券、ああ、いいね、コマーシャルしてくれるんだ。ホテルが最初のお客様を迎える準備ができたら、すぐに支配人のパソコンで広告のアプリケーションに入り、クーポンを使いましょう。広告のおかげでお客様はもっと頻繁に電話かけてくれる。と、あなたの成功を祈り、さらなる協力も大歓迎です。と。いうことで、早速、
ちょっと待って、また電話が鳴ってる。もう予約？こんにちは、明日からペットの予約をしてもらえ、あ、いいですよ。グリフィン。OK？ で、カモ肉。またカモ肉アレルギーやな。牛肉が好き、トラブルメーカー、同じ感じか。人と触れ合うのが好き。いいでしょう。ということで予約をちょっと乗っけようか。使う。クライアントを受け入れることに同意したらペットをコンピューターに登録する必要がありますと。左側にペットに対して行われそうです。はい。これさっき見たね。はい。ということで、動物の登録、メモを出す。で、これにして、こうだね。で、ちゃう。ちょっと待って。こうかな。グリフィン。はい。で、犬。で、9日間。結構長いね。で、小部屋でいいよね。はい、作成。こうだね。え？これは何これ ?3 と4って何これ予約が作成されました。ちょっと待って。これメモを隠して一回これ切るよね。あ、ペットの場所の名前ね。はいはいはい。場所の予約ね。OK。ということで、これで、あとは待ちつつ、ここ従業員、これちょっとさ、広告打たなきゃダメだから。広告を、これやな。これでアプリケーションがうんぬんかんぬん言ってて、これかクーポン。これ。これを選択して、あ、来た！早速電話来ました。早いね。効果がやばい。一瞬や。はい。はいはいはい。はい、もしもし。こんにちは。明日からペットの予約をしてもらえないか。はい、任して。ミアね。はい、ミア。オッケー。どうもありがとう。明日ペットの引き渡しに伺います。ということで、早速ミアも登録しようか。もうこれ 2匹でしか、多分今、受け入れられないから。そう。だから、とりあえずこいつまでだね。ミア。はい。で、犬、3日間。こんなもんか。ちょっと待って。こうして、作成。で、3。はい。よし！ 2 匹終わった。OK。これで予約受付し、いいね。でだ、ちょっと待って。広告はもう、打ててるよね。もう1個打つ？テレビ広告ね。できてるね。まあ、これはもういいや。ということで、これで、あとは、新しいペットを待っている場合や、今いるペットのことは全てやり尽くしたという場合は、その日をスキップして時間を早めることができると。ただ、ホテルでペットを飼っている場合、1日飛ばせば飛ばすほど翌日のペットが驚く。はいはい、なるほどね。日をスキップして、はい、待ちましょうと。これで、明日2匹来るから。うまくさばけるかな。あ、従業員や。従業員雇うの忘れてたわ。従業員を雇わないと、はいはいはい。待って。早速。あ、これダッシュできたわ、これで。はい。はい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 。はい。拾う。こんにちは。明日からペットの予約をしてもらえないから。あ、これダメだ。これちょっと空きがない。ごめんなさい。残念です。さよなら。冷たいな。終わり方が。まあ、でもしょうがない。空き部屋がないんだもん。だって。これ2空いてんのこれ。あれ空いてるのこれ。あ、猫ならいいのか。あ、あー、ごめんごめん。あー、いらっしゃいました。あー、はいはいはい。ちょっと待って。はい。これで、どっちだ？グリフィン。で、動物を引き取るか。はい。ホテルでの、満足だね。はい。グリフィンと、引き取る。あー、ま、一回あれか。連れてかなきゃダメか。はい。これで、ペットを拾う。で、グリフィンを、4番だったから、4番どれ？あれ？ 4 番の部屋どれ？ちょっと待って。部屋の迷子。やかましい。あれ？部屋どれだ？自分で部屋が分かってない。
こっちか。4番あった、これや。でここに置いて、よし、これでリードを外すと。ということで、ちょっとおとなしくしててね。で、もう一人いるから、ちょっとやかましい。んで、あ、そうだ、そうそうそう。これで、使うにして、大変や。で、これでミアやな。ミアを引き取る。で、これで、また今度ミアを3番に連れて行かなきゃダメだから、はい。ペット拾います。さよなら。これで3番は、これかな。はい。よし。これで、リードを離すと。いや、いいね。だいぶ板についてきたんじゃない ?OK。これで動物はいろいろいいんだけど、そうそうそう、動物のそこで、あれだね。いろいろ今度お世話しなきゃいけないから、とりあえず従業員が1人しかいない今は、俺が1人でやんなきゃダメなんで、こいつが、とりあえず待ってね。癒してあげよう。よしよしよし。はい、よしよしよし。ちょっと電話が鬱陶しいね、いろいろね。ちょっともうこの 2匹に今集中させてほしいわ。はいはい。これで撫でて、で、これで、ちょっと待って。こいつなんだっけな?あれ、どうやって犬の情報見るんだっけ?グリフィンは牛肉、とにかく牛肉食わしとけ。あ、ミアか、ごめん。これミアだったわ。ミアは牛肉味が嫌い。よく食べる。これ何?牛肉以外だったらいいのか。じゃあ、OK。じゃあ、ちょっととりあえず、ミア用のまず、ペットショップ、ペット、何がいいんだろう。牛肉以外だったらいいっつってるから、クッキーで行くか。最初はね、お金がないんでね。あ、でもいいや。じゃあ、鴨肉入りドッグフルード。これをこう買ってあげよう。OK。で、これで来たので、こいつに早速ね、これをね、ここか。塗りつぶすで、お水入れて、はい。そして、はい。これでペットフード入れたね。これだね。はい。よし。これで、カモ肉いった。これでこいつはちょっととりあえず放置で、ちょっと洗濯とか、洗濯じゃない。お風呂あとね。で、次こっち。はいはい、ごめんね、ごめんね。お腹をね、こうやってまたね、さすってあげて。よしよしよし。いや、結構大変だな。動物の世話もやっぱり、結構、大変な労働ですな。OK。これで、よし。一通り良くて、で、こいつが、待ってね。あれか。戻って、グリフィンが、牛肉を作っておけばいいんだね。とにかく牛肉があれば、こいつは喜ぶから、牛肉入り。これをふっと買って、OK。よし。で、ここにお水入れて、これ塗りつぶすってどうにかしてほしいね。OK。お水を入れて、あとは、ドッグフードだね。牛肉入り。はい。OK。これで一通り食べてくれるでしょう。ということで、ちょっとおとなしくしててね、と。で、こいつだ。食べ終わった?食べてる?あなた。ちょっととりあえず、お掃除じゃない。お風呂行くか。ちょっと待って、お風呂どこだっけ?お風呂あるよね、これ。ちょっと待って、電話はね、ひたすら無視。今、そんな余裕はない。あったあったあった、OK。これやな。ホテルじゃない。お風呂の場所が分かったんで、先に、グリフィンをじゃあ、お風呂連れて行こうか。はい。お風呂行きます。こっちだね。はい。犬用シャンプー。そうだ。そう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 。どれだっけ?犬用のシャンプー。これか。これ購入して、ピンク、ブルー犬。犬用のブラシ買おうか。これ。よし。これで、犬を洗う。犬用シャンプーで行こう。よし。オッケー。で、シャーってして。はいはいはい、手慣れてますぜ。よし。あ、いいね。ピカピカに。
いや、いいね、おとなしいね。こういうとこで暴れないんかね。トラブルメーカーって書いてあるけどね。他の犬と一緒に置くとまずいんかな。いろいろ喧嘩したりとかして暴れ出したりとかね、そういうこともあるのかもね。よし、これでちょっとこれもうちょっと早く、いや電話鳴ってますけど、もう従業員雇わないと無理だね俺一人の手ではもうこれ、この手が離せないから。よし、これでシャンプー振りかけて、はい、じゃーと、じゃーと、じゃーと、よし、これでじゃーとかけて、これいつも思うけど、こんなシャンプーかける？かけすぎや、もう泡だらけになるやろ、これ普通にやったら。もうピカピカ、テカリまくってるけどね。OK。さあ、だいぶ綺麗になりまして、と。よし。シャンプーかけすぎや。これもうボトルがすぐなくなるや。で、ゴシゴシ。はい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 。いいね。はい。で、あとは流しましょうと。はい。じゃあと。いや、いいなー。でもなんか、いいよね。癒されるよね、こうやってペットと。大変だろうけどね、でも数が増えると。すごいさ、もうあっちからこっちから鳴き声が聞こえてきそうだよね。ワンワンニャーニャー言ってね。すんごい大変そう。しかもそこに電話まで鳴りっぱなしで、予約の電話が鳴り出したらもう、大変すぎるわ。よし、これでドライヤーで、シャーして。いや、すごいね、ちょっと、広告アプリの効果のせいか、すんごい、なりっぱなしなんだけども、ちょっと出れません。よし、ちょっとミアも泣いてるんでね、まあ、このグリフィンは一通りこれで終わったから、次ミアの番だね。これで、はい、OK。綺麗になった。ということで、リードをつけますと。ちょっと、爪切ろうか。はい。爪だけ切っといてあげよう。一通りね、手順をね。さあ、はい、はい、 OK。 いや、いいね。はいよ、はい、ほい、 OK。 よし、これでもうグリフィンのお世話終わりもう散歩はいいでしょまあ、あとは頑張ってもらって。あ、ちゃ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 、ごめんごめん。はいはいはい。行くよ。お部屋に帰ろうね、お部屋にね。まあ、あと寝てて、ご飯もあるから。はい、お部屋に戻って、次はね、ミアの世話しなきゃいけないから、こっちじゃない。はい。で、ここで、OK。あとはリード離して、はい、おとなしくしてるんだよ。はい、次、ミアの番ね。はい。リードをつけると。はい。さあ、君のお風呂の番だね。こっち行って、はい、犬を洗う、シャンプー。いや、もうこれなんか2回やるのめんどくさいな。さすがにめんどくさくなってきた。洗って、まあこのミアが終わったら終わりだからね。2匹しかいないから。はい、よし、はい、綺麗になってるね。はい、よし、すんごいテカるね。はい、これもうちょっとさ、メーター早く増えてくんねかやから、この作業が待ち時間がめんどいこのメーター増やすのが。はい、よし、これで OK で、あとシャンプー振りかけまして、はい、じゃーっとかけて、大量のシャンプーかけまして、はい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 、よし。いや、おとなしいね。でも普通リアルは多分ここですげえ暴れる気性の持ち主はすげえ暴れそうだよね。まあおとなしい子はずっとこうやっているんだろうけどね。手のかかる子は大変そう。はい、でゴシ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 と、はい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 、いや、いいですね。 OK。で、あとは洗い流すと。はい。シャーと。いや、なんかすごい色やな。まあ、でもこれで、また、綺麗になって。はい。これ、やっぱりさ、メーターもうちょっと早く増えてほしいな。
この洗う時とかこのシャンプーやってる時のメーター増えるのが結構面倒いな。はいはい、まあでもそんぐらいね、犬をちゃんと綺麗にしてあげなきゃダメってことだよね。 OK、 これで綺麗にできましたよと。よし、あとは乾かしましょうと。はい、シーッとね。あ、こうやって小刻みにすれば早く増えんのか。あ、こう小刻みにすればいいのね。はい、なんかコツが分かってきたわ。はい、で終わったんでリードをつけてこっち行きましょう。君も爪を切ろう。すんげえ電話がずーっと鳴りっぱなすのかな。だんだんあれやね、鬱陶しくなってくるね。はい、爪切って、はい、はい、 OK、 最後だね。はい、よーし、これで爪切りになりましたよと。で、あとは戻りましょうか。まあ、散歩行ってもいいけどね、この流れでちょっと散歩連れていこうか。はい、おいでー。はい、ちょっと歩こうね。まあ、ここら辺ちょろっと一周すりゃ運動した気分にはなるよねこれ。まあ、お腹でもなんかお腹空いてそうだな。あ、来てる？ OK、 大丈夫かな。これ一回リードを離してあげようか。トイレするんでしょ、そしたら。そういうわけじゃないのか、したい時にするだけか。はい、これ逃げ出したらどうなるのか。逃げ出すとかあるこれ。大丈夫ね、 OK。 ということでリードをつけて戻りましょうか。だいぶお腹も空いてるみたいだしね。すんげえ電話の音が外まで聞こえてくる。これダッシュできるんだった。そうそう、これでダッシュで戻って、来てる？ OK、 すんげえダッシュで戻ります。 OK、 ということであとはおとなしくしててね。はい、これでリードを外すと。 OK、さあこっちはどうなった。おとなしくしてる君は。ちょ、君も散歩に行こう。はい、来てるね。 OK、 これでまあちょっとここら辺を歩いて散歩したつもりにしといて、はい、これ運動ですよと。これトイレはいつしてくれるんだろうね。このメーターがトイレとどう関係あるかよくわかんないけどね。これ一回リード外してあげて、あ、いいね。あー、かわいい。あ、かわいい。リラックスしてるわ。あれ、あ、トイレしちゃってる、しちゃってる、しちゃってる。オッケーオッケー、すっきりしたかな。あー、してるね。ということで戻りましょうか。オッケー、これで戻って、じゃあちょっと待って、ミアの方ももう一回ちょっとトイレさせてあげないとな。これどういう条件で出すかがよく分かってないな。ここで、はい、はい、これで一回リードを外してあげようと。ミアの方トイレどうなってるこれ。ほら、トイレちょっとやばいね。ちょっと一回行こう。君も外でトイレしなさい。あ、こっちじゃない。はい、ダッシュダッシュ、はい、オッケー。すげえ残ってるわ。はい、君もトイレしていいからね。ちょっと待っとけや、勝手にやるやろ。あー、やった。しれーっと今やったね。何も、あ、いいね。これでちょっとリラックスさせて、あ、かわいいね。あ、いいね。ちょっとペットホテルいいな。ということで戻りましょう。まあでもかわいいと思うのはちょっとだけの時だよね。これが数増えるともうだんだん忙しくて可愛いなんて感じる余裕もないんだろうなと。あ、ごめん、間違えた、こっちや。はい、よーし、 OK。 まあ水とかはあれやな、もうここ水入れてあるからね。これちょっと補充しなきゃダメ。これ塗りつぶそうか。鴨肉、え、鴨肉だよねこれ。鴨肉、 OK、 鴨肉補充しといて、 OK、で、お水も補充しといて、はい、飲んでいいからね。いや、いいね、もう俺もこれで
ペットホテルマスターやな。手慣れたもんや。もうあとこれで拡張していけばいいだけやな。で、牛肉も入れといて。はい。はい、牛肉ドッグフード追加。ほんで、お水も追加しとけば。OK。まあ、こんな感じやな。わかった。よし。これでだいぶあれない？一人前のホテル、ペットホテル経営者になれたんじゃない？もうこんな感じでやっとけば、もう動物なんて、ね、ほら、もうだいぶ緑になったね、どっちも。これも満足してるね、OK。ペットフードは入れてあるからね。はい！ということでね、まあ一通りね、ちょっとペットホテルね、運営のね、やり方はね、マスターできたんじゃなかろうかと。もうあとはこれ、日数経って、もうこれを繰り返していくだけだよね。で、まあこれ、プロローグ版だけど、まあ、あれだね、製品版ができると、なんかいろいろまた、プロローグ版、いわゆるこの体験版でできない要素が、なんかキャンペーンとかあったから、なんかいろんなミッションとかこなしながら、多分やっていく要素とかね、もっともっと自由に建築できる要素とか、多分増えていくんだろうと思うんですけどね。はい、まあとりあえずね、体験版でできる一通りのね、はい、まあ動物のね、ペットホテル運営はできたんじゃないでしょうか。はい、ということでね、だいぶ癒されたんでね、もう今回はね、ここまでにしたいかなと思います。めっちゃ電話うるせえな。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、またね。バイバーイ。